名前は山井梨沙と言います。あ、お仕事の、スノーピークのアパレルで、デザイナーをしています。スノーピークというブランド、1958年からも私の祖父がクライミングギアを、まあ、地元の地場産業を活用してナトコメトギアを作ろうっていうのが始まりだったんですけど、で、まあ、父の世代から、まあ、どちらかというと、まあ、安らぎを求めて、まあ、心が解放されるような、そういうプロダクトサービスに変わってきてるんですけれども、まあ、何かここのお店をきっかけに、まあ、自然を身近に感じて、まあ、得られる価値、まあ、そういう幸福な価値を、まあ、ここのお店、まあ、うちのスノーピークの製品サービスを通じて、まあ、感じてもらいたいなって思っているのと、まあ、あとお客様から得られるもの、まあ、いつも本当にあの日本のお客さんと一緒にキャンプしている中でも、まあ、すごく感じることなんですけど、まあ、やっぱり本当にスノーピークが好きなお客様とお話しさせてもらう機会が多くてですね、いや私自身やっぱり、まあ、この洋服がもう大好きなんだとか、持ち心地が良くて毎日これを着ているんだとか、まあ、本当にそういう意見をもらうのが、まあ、デザイナーとして一番こう、まあ、仕事をしてて本当に幸せだなと思える